ホモゲンチジンマイナス1二次オキシゲナーゼは、ホモゲンチジン酸を4マレールアセト酸酸に変換する酵素である。HGD は、方向間の以下に関連する酵素で、チロシンとフェニルアラニンの分解に特異的であり、それぞれの代謝経路を構成している。基質であるホモゲンチジン酸も生成物である4マレールアセト酸酸も代謝経路に用いられる。HGD は、 ホモゲンチジン3の方向感を解列させるために FE2 と O2 を必要とする。ホモゲンチジンス1にジオキシゲナーゼの活性部位はキトスラの研究によりその結晶構造から究明されている。活性部位の結晶構造ではヒズ292、ヒズ335、ヒズ365、ヒズ,ズ371、および グルー341のそれぞれのアミノ酸残機が見られる。HGD の活性部位。ヒズ 335, ヒズ 371, グルー341、および FE2 原子。ホモゲンチジン3は FE2 原子を仲介に活性部位のグルー 341, ヒズ 335, およびヒズ371の部分に結合する。ここで、ヒズ九十二は、 方向間のヒドロキシル元に結合する。ヒズ365アムル341に水素結合で結合することによりアミノ酸速さが安定する。バーウスキーラは米国科学開始において HGD の反応機構を提唱している。彼らは反応機構をガウシアンとジャガーのプログラムを用い DFT 法によって演算を行った。 コモゲンチジン酸の方向間の解列は多段階からなり、まず FE2 がカルボニル元とウルトフェノール酸素に配位する。鉄原子はこの他にヒズ335、ヒズ,ズ371、およびグルー341にも配位している。これに酸素分子が鉄原子に結合し、方向間はペルオキソ化強中間体に変化する。酸素分子は解列し、 エポキシドを形成する。このエポキシド中間体は、ラジカル反応により解列し、録音間は参加される。ありがとうございます。